こんにちは、キノコ料理専門店キノコの里の鈴木です。本日はですね、キノコの風味がいっぱいのキノコのチーズリゾットを作っていきます。作ってみてチーズってなんでこんなに美味しいんやろうって思ったし、でキノコもね旨味がすごいなーってねめっちゃ感じるリゾットになってるんで、本日もぜひご覧ください。それでは本日もよろしくお願いします。早速調理を開始していくんですが、レシピの方はね概要欄にあるんでそちらをまたご覧ください。でですね、はじめニンニク一かけら、使います。皮のままね包丁の腹で潰して、であとは皮を取った後スライスしてもらって大丈夫です。でもしね、ニンニクなかったら市販の、みじん切りの瓶のやつとか、あとはチューブでも大丈夫ですんで、ニンニクカットしておいたら、先にですねフライパンにオリーブオイル大さじ1とその今カットしたニンニクをフライパンにまず入れておきます。で次玉ねぎですね。玉ねぎも皮を取って約4分の1個使います。でだいたい 0.5 ミリ幅ぐらいでカットしておきます。で次はベーコンですね。今日はブロックのベーコンを使います。約 50g ですね。でちょっと縦長のような感じで、こんな感じでですね、細長くカットしていきます。でこのベーコンのサイズ感も結構鍵になってくるんで、ちょっと分厚めの感じでねカットしておきましょう。で次はキノコをカットしていきます。今日はエリンギですね。エリンギ1本を使います。サイコロ状のねカットで大丈夫です。その後は、しめじですね。軸は切り落としておいて、で1パックの半分ぐらいを手でほぐして、包丁でカットするよりはしめじもね、普通に手でほぐしてもらって大丈夫です。次は舞茸ですね。でこれも1パックの半分ぐらい手で裂いておきます。でキノコは今日はこの3種類使うんですけど、全然他の種類もあればね使ってもらって大丈夫です。いろんなキノコあった方がね旨味も出るんで美味しいんで、お家にある分使ってもらって大丈夫です。はい、じゃあ食材のカットも終わりましたんで火をかけていきます。先にですねオリーブオイルとニンニクとフライパンに入れとったんで、このまま弱火で火をかけます。先に入れてたもうニンニクの香りをオイルに移したかったので先に入れておきました。でこのまま弱火にかけていって、だんだんニンニクがフツフツとしてくるんで、そのタイミングでベーコンと玉ねぎをフライパンに入れます。でこのまま、玉ねぎが、しんなりしてくるまで炒めていきます。で玉ねぎが少し透明になってベーコンも少し色づいてきたら、キノコを入れていきます。キノコを入れた後に、料理酒を少しだけ入れます。もしお家に白ワインがあれば白ワインでも大丈夫です。その方が香りも良くなるんで、白ワインがあれば白ワインも入れてください。で料理酒入れた後少し馴染んだところで、お塩とブラックペッパーを少しだけしておきます。でその後このまま火をかけていきます。もうこの時点でですね、ニンニクとベーコンの味のする美味しいキノコのソテーなんですけど、今日はねクリームリゾットなんで牛乳を加えるんですが、一回ぜひここでね味見してみてください。はい、では味見も終わったところで牛乳を加えます。牛乳を入れた後コンソメを 5g ほど加えておきます。でその後ですね少しだけお醤油を入れます。以前の動画でですねクリームパスタを作ったんですけど、その時にすき焼きのタレを使って、ソースにコクと旨味をプラスするそういう動画があったんですが、今回もですねそんなイメージでお醤油を加えます。なのでですね、今日のこのクリームリゾットにもすき焼きのタレを使ってもらっても大丈夫なんですけど、なんで今回醤油かっていうと、ご飯を入れるんで、ご飯がね食べていくうちに後半ちょっとね水分含んで、ちょっと味が濃くなってきちゃうんですね。だんだんこう重たく感じてきちゃうんで、今回はお醤油でちょっとあっさりめに仕上げてあります。もし濃厚な方がお好きな方はすき焼きのタレでも全然大丈夫ですね。ぜひそちらの方でもね作ってみてください。でお醤油も加えましたら、その後にご飯を加えます。少し崩して馴染んできたらミックスチーズを加えて、溶けたらあとは完成です。最後にお皿に盛り付けてブラックペッパーとパセリをかけて完成となります。はい、では実食でございます。このキノコの風味がねすごい濃厚でね、旨味もねすごいんですよね。あと重たい感じでは全然なくって、濃厚なんですけど重たい感じではなくって、キノコの、旨味と玉ねぎの甘みがね感じられるクリーミーなリゾットって感じですね。でベーコンもすごい旨味を出してて、深みとコクっていうのがねすごいあるクリームリゾットになってます。でチーズも入ってるんでね、このチーズの何でしょう、風味旨味ってこんなに美味しいっけって感じられるねリゾットになってます。でベーコンもねこのサイズ感でカットしてるっていうことで、すごい存在感が
あるんですよね。で、クリームにベーコンの味も乗ってるんですけど、ベーコンそのもの食べた時にね、やっぱりベーコンのダイレクトの存在感を感じるね、味がすごい美味しいですね。で、今回ですね、キノコを、3種類使ったんですけど、その中に舞茸を入れました。で、その舞茸を入れた理由というのも、このクリームのソースに舞茸の味が欲しかったんで、今回入れてみました。で、舞茸ってすごいね、ソースとかスープにすると、かなり味の出てくるね、キノコなんで、リゾットとかパスタとか、また普通にスープとかでもね、すごいおすすめなんで、ぜひ使ってみてください。はい。では本日の動画いかがでしたでしょうか。キノコの、チーズリゾットでございました。キノコの旨味がね、すごい濃厚で、ベーコンと玉ねぎもね、旨味がすごい、上品なリゾットとなりました。ぜひまたお家でね、お試ししてください。これからもですね、キノコの料理レシピを配信していきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。